今日はマルコの3章の7節から19節続きを読んでいきます。今日の箇所は教会という言葉は一回も出てこないんですけれども、でも教会の原型といえるものが書かれていると思うので、こういうタイトルにしました。今日の箇所は聖書でいうと2つの違う別々のこう段落になっているかと思うんですけれども、内容の濃さでいうと後半の方が多分前半の5倍くらい濃いと思うんですね。なのでノートの方も A が前半のところで B と C 後半に当てています。それでは前半の7節から12節を読んでいきます。イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られた。ガリラヤから来たおびただしい群衆が従った。またユダヤ、エルサレム、イドマやヨルダン川の向こう側、ティルスやシドンのあたりからもおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いてそばに集まってきた。そこでイエスは弟子たちに小舟を用意してほしいと言われた。群衆に押しつぶされないためである。イエスが多くの病人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触れようとしてそばに押し寄せたからであった。汚れた霊どもはイエスを見るとひれ伏して、あなたは神の子だと叫んだ。イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた。というある意味ではここの段落というのはそのマルコの福音書の中でまとめの句と呼ばれているところです。内容をまとめているということです。でもこれは昔も今も変わらないこの世界の現実を表しているとも言えると思います。イエス様の助けを必要としている人は溢れていて大勢いて、そのニーズはイエス様のことを押しつぶしそうになるくらいだということです。イエス様がガリラヤから、ナザレの人と呼ばれたようにガリラヤから現れて多くの病人を癒したり奇跡を行ったりすると、それまで抑えられていた、ある意味では隠されていたものも含めて助けを求める人々の叫びがあふれ出ました。私たちも多くの人が助けを求めている世界の中に生きています。自分自身も助けを求めてどうしようもない状況になる時もあります。イエス様を知っていればイエス様に助けてくださいと求めることができますし、そして大切な人が苦しんでいる時イエス様にその人を助けてくださいと祈ることもできます。でもそれだけでは今日のこの群衆と同じです。群衆はイエス様に助けてもらうことだけを求めていました。彼らにとってはイエス様が誰であるか、自分にとってどういう方なのかということは実はどうでもいいことでした。イエス様はその人たちのことも拒むことなく憐れんで癒しましたけれども、でも今読んだように小舟に乗って距離を置かなければいけませんでした。それはつまり彼らとは親しい関係を作ることはできなかったということです。11節から12節のところは唐突に悪霊のことが言われています。これはおそらくこの福音書を書いたマルコが皮肉を込めて書いたんだと思います。悪霊は群衆よりもイエス様のことを、イエス様が誰であるかをよく知っていたということです。イエス様は神様の子であるということ、神様であるということ、それが群衆が知らなければいけなかったことであり、そして私たちも知らなければいけないことです。イエス様が私のために何をしてくれるのか、この問題を解決してくれるのか、助けてくれるのかどうか、そればかり追い求めていたら、それは究極のところは自分の利益のためにイエス様を使おうとしているにすぎません。そうではなくて、
イエス様は私の必要を全部最初から知ってもらえて、たとえ状況が悪いように思えたとしても私をそれでも愛しておられる事実は変わらないんだと信じることが私たちの信仰であり、私たちとイエス様の関係です。この多くの人が苦しんでいて助けを求めている、そんな世界の中で私たちはこのイエス様への信頼に立って、信仰に立って、自分のことも大切な家族や友人のことも励まして歩んでいけるでしょうか。私たちはそのために教会という集まりに連なってこの世界に置かれていると言えます。それでは後半に入っていきます。後半でも特に今日一番重要なのは、覚えておいていただきたいのは13節から15節の内容です。13節から15節を読みます。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し、使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。イエス様に12人の弟子、ここで言うと使徒ですけれども、12人の使徒と呼ばれる弟子たちがいたということは今では当たり前のことです。彼らはイエス様の一番近くで旅を共にして、イエス様の死後は教会の中心メンバーになっていきました。でも今日のこの箇所を少し丁寧に読んでいくと、この12人がどういう意味で重要なのか、また逆にどういう意味では重要ではないのかが分かってきます。それは私たちが教会の本質、また私たちの信仰の本質を理解するためにも大切なことです。まずイエス様はこれと思う人々を呼んだとあります。これ英語で言うと自分が欲しかった、直訳すると欲しかった人々というふうに訳されていますけれども、この12人はイエス様の希望によって、イエス様の意思によって集められたということです。この後読んでいくんですけれども、この呼ばれた選ばれた12人の中にはイエス様を裏切ることになるユダも含まれます。またペテロたち漁師4人や、また朝鮮人マタイも含まれます。イエス様は優れた能力の持ち主とか人気者とか有力者を選んだのではありませんでした。なぜかは私たちには決して分かりません。イエス様にしか分からない理由で12人を、この12人を選びました。そこに、ここにもこれと思う人々と言われているだけで説明は何もありません。私たちも、私たちがイエス様を選んだのではなくて、イエス様がイエス様にしかわからない理由で私たちを選んだんだということを忘れないでいましょう。次に注目したいのは12人を任命したという言葉です。ここは言語では実は創世記一章で神様がこの世界を作られたという、作るという言葉と同じ言葉が使われています。でもイエス様が12人を創造したと訳してしまうと誤解を与えるので、日本語でも英語でも任命したというふうに意訳がされています。でもここには世界を新しく生み出されたのと同じ意味でイエス様はこの12人に新しい命を与えようとされたんだという意味が込められています。イエス様と共に歩む人生がそれまでの人生とは違う新しい人生です。教会はそんな新しい人生があることを多くの人に知らせる役目を与えられています。イエス様はこの12人のうちに教会を生み出そうとされていました。この人たちが
新しく歩み始めることは教会が始まっていくことでした。私たちも同じように世界を作られた神様の力が働いて新しく作り直されて、3つ目にもう一つ注意しておきたいのは、イエス様が12人を使徒と名付けたというところです。これはイエス様が、誤解が起こりやすいんですけど、これはイエス様が自分の弟子集団に階級を作った、その弟子の上に使徒がいるというランク分けをしたという意味では決してありません。マルコによる福音書の中で言うと、使徒という言葉は全体でここと、あともう一箇所しか出てきません。他は全部弟子たちという言葉で済ませられています。また今日のこの箇所も、その移されてきた古い写法によっては、使徒と名付けたというこの一文は省かれているものもあります。ですからここでも英語のところを見ると括弧に入ってるんですけど、英語でもあと日本語の他の聖書の翻訳でもこのところは入っていません。ですから使徒と弟子の違いというのは聖書では特にはないということです。ただパウロは自分が使徒であるということにちょっとこだわっていたのかもしれません。重要なのはこの12人に与えられた役割です。その役割を果たす人が使徒なんだと言った方がいいと思います。そしてその役割というのは、この12人から始まった教会に連なる人すべて、つまり私たちにも与えられている役割です。もう一度14節の後半と15節を読みます。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。私は個人的にこの14節にとても思い入れがあります。実はこの箇所は私の進学校の入学式の時のメッセージで読まれた箇所でした。牧師になることを目指すと決めても不安だったんですけれども、でもそのメッセージで、私たちがイエス様に選ばれた大事の目的はここに書いてある通り、イエス様のそばに置かれるため、そばにいるためなんだと言われてますよねと、そこで教えられました。イエス様が私たちを呼んで選んでくださった大事の目的は、私たちをご自分のそばに置くためです。そのことを私たちは忘れてしまいがちなんじゃないでしょうか。英語で言うと、もっと簡単にただ一緒にいることです。マルタとマリアのエピソードのように、ただイエス様のそばにいて、イエス様の話に耳を傾けることを、イエス様は何よりも喜んでくださいます。それが私たちがイエス様に呼ばれた一番の。そしてここで言われている通り、第二の目的がイエス様のもとから派遣されていくことです。ここ今読んだように、その後に続く宣教することと悪霊を追い出すことというのは、派遣された私たちに与えられている二つの仕事です。それはイエス様の代わりに、イエス様の代理人としてこの世界に出ていくということです。宣教するということは、イエス様のことを知らせるということですけれども、でも私たちがまずイエス様のことをよく知らなければ、そばにいなければ、イエス様のことを他の人に知らせることはできません。また、悪霊を追い出すというのは、ちょっと私たちには少し想像がつきにくいですけれども、神様に対抗する、神様にを悲しませる勢力と戦うということです。つまりそんな力に支配されている人たちをイエス様の名前によって解放すると言ってもいいと思います。でもそれも同じで、何が神様に反対する力なのか、何が神様を悲しませるものなのか見極めるために、私たちができることは、
悪霊や悪魔のことをよく知ることではなくて、神様がどういう方かを知ることです。だから私たちはいつもイエス様のそばにいて、そこから派遣されていくのでなければ宣教も悪霊の追放もできません。私たちはただこの2つの目的のためにイエス様に選ばれました。言い換えるなら、教会というのはこの2つの目的のためにあります。イエス様のそばにまずいること、そして次にイエス様によって世界に派遣されるためです。でも世界に派遣されるということは、私たちがイエス様のそばにいることによって自然に起こることだとも言えます。イエス様がのそばにいようとして、イエス様が示すところについていこうとして、そしてイエス様が愛するように人を愛そうとするなら、それが世界に派遣されているということになります。それでは最後に、イエス様に選ばれた教会の卵であった12人について見ていきたいと思います。ここには教会の現実が示されています。16節から19節です。こうして12人を任命された。シモンにはペトロという名前を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名を付けられた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、それにイスカリオテのユダ。このユダがイエスを裏切ったのである。この12人の使徒のリストはいろんな意味で重要です。まず最も重要なのは、このリストにイスカリオテのユダが含まれていることです。教会はイエス様がこれと思った人々、選んだものの中から裏切り者が出たということを隠しませんでした。でもイエス様が全能の神様と言うんだったら、ユダが自分を裏切ることになると知っていたはずなんじゃないかという意見もあると思います。でもユダ以外の11人もみんなイエス様を見捨てて逃げました。イエス様が選んだ12人はつまり全員イエス様を裏切ったということです。そして私たちもみんなこの12人と同じで、イエス様に選ばれながらもイエス様を疑って、そして時には背を向けてイエス様を裏切ります。それでもイエス様はそのすべてを知った上で12人を選び、私たちを選び、期待してくださっているということです。このリストの重要性の2つ目は、このリストに挙げられているうちで私たちがよく知っているのはペトロくらいだということです。何人かについては私たちは名前しか、このリストでしか分かりません。またトマスとかヨハネ・ヤコブとか、いくつかのエピソードが残っている人たちについても、そういう断片的な記録しかないので、それぞれがどのような生涯を送ったのかということはよく分かりません。12人の使徒と言われるととても重要な感じがするのに、そのうちのほとんどについては私たちは知らないということです。でもそれがほとんどのイエス様に選ばれたものの姿なんだと思います。歴史に名を残すこともなく、有名になることもなく、でもイエス様に選ばれて、その事実に立って、ただイエス様を慕って、イエス様と共に生きようとした人たちです。私たちの多くはそういううちの一人になるんじゃないでしょうか。このリストの重要性の3つ目は、この12人は言葉悪いですが寄せ集めの集団だということです。身分の高いものはいません。両親もいれば徴税人もいます。
政治的なことで言えば、朝鮮人マタイがローマと友好的だったとするなら、熱心党のシモンというのは強硬なユダヤ民族主義者で、ローマには反抗していたはずです。また天から火を降らせて町を焼こうといった気の強い雷の子らと呼ばれたヤコブとヨハネもいれば、イエス様を3度否定した気の弱いペトロもいます。彼らも私たちもみんなもともとはバラバラの方向を向いて、生き方も職業も考え方も性格も全部違っています。でもイエス様に呼ばれて、イエス様を中心に集まりました。そしてイエス様はペトロを岩と呼んで、不完全な人間を通して教会を建てることを望まれました。私たちを自分のそばに置いて、そして私たちが出ていくところに教会が建てられるように私たちを選ばれたんです。イエス様は不完全な私たちの不完全さを私たち自身よりもよく知っていながら、私たちを選んで期待してくださっています。ですからイエス様のそばにいられる喜びと安心をもっとよく知りましょう。そしてその喜びと安心が私たちのうちから溢れ出て、助けを必要とする多くの人たちに届くようになりたいと思います。お祈りします。イエス様、どうぞ今あなたが一人一人の心に、あなたが確かに私を選ばれたということを分かるように教えてください。あなたが私のことをよく知ってくださっていて、欠点も間違いも不完全なところもあなたはすべて知っておられて、それでもその上であなたのそばにいるために呼んでくださったんだと、どうぞもう一度分かるように教えてください。イエス様、どうぞ今私たちをあなたのそばに置いてください。あなたと一緒にいさせてください。そしてどうぞあなたが何を望んでおられるのか、何と言ってくださっているのか、どうぞ一人一人の心に語りかけてください。それぞれが抱えている問題や苦しさや痛みというのはみんな違いますけれども、そしてそれによって私たちはあなたがそばにいてくださるのかわからなくなることがありますけれども、でもどうぞその問題が解決されるなくても、あなたがそばにおられるということを信じて力を得ることができますように、どうぞ私たちを助けてください。そして主よ、どうぞ私たちをあなたに似たものとして、どうぞ新しく作り変えていってください。賭けは多いですけれども、でもあなたについていきたいと願っていますから、どうぞ私たちを変えてください。どうぞあなたの霊を今豊かに注いでください。一人一人の心と体をあなたの良いものでいっぱいに満たしてください。あなたに期待します。イエス様のお名前によって